大阪メトロ今田筋線板鹿野駅の改札階であります。続々とですね、このようにリュックサックを背負って改札の外へと出てくる方が多くなってきているんですが、そこから改札を出て左に行くと大阪メトロの上りが上がっているんですが、実は今日は大阪町再発見ぶらりウォークということで、大阪メトロと阪急電鉄の共催によって行われるんですね。相川、神崎川周辺の歴史を訪ねてぶらり歩きということで、この板鹿野駅前の改札の下からこのようにまずは北上していって相川歩道橋、そこを渡っていって南庄尺ふれあいランドを通り、ちょうどですね、大阪メトロの栄筋線検査場、吹田検査場があるんですが、そこからこのように行って済生会吹田病院を通り、高浜神社を行って伊豆の農具を通り、上高浜橋から小松橋を渡っていって松山神社を通って随光寺桃園を通って上新城駅北口がフィニッシュということになります。まあどちらかといえば1号出入り口の方が近いかと思うんですけれどもね、まあ、今回はコースにとって進んでいきますが、まずは北へと向かって進んでいくことになります。本当はこの道から行きたいんですけれども、実はですね、工事を行っているということで、まあ、ここは危険を避けて大回りする形で進んでいくことにします。まあ、少しコースがアレンジしていることをお許しいただければと思います。大阪市営住宅の中を、まあ、抜ける形になったんですが、すぐに旧府営にあたる板鹿野住宅、現在の大阪市板鹿野第六住宅の中へと入って、そしてここでゴースに合流する形になります。ここで右に曲がってきます。先を進むと板鹿野中学校と東板鹿野小学校があるんですが、そこは行かずに、そうするとこのような矢印が見えてきて、その板鹿野第六住宅のいわゆる北側にあたる間を進んできます。さらにそこから右の方へと曲がっていって、ちょうど左手に泉屋直営のスーパー丸徳市場板鹿野店を過ぎていって、板鹿野車庫前方面へと向かいます。そしてちょうどですね、トリコロールファイマカラーの大阪シティバス新車50579３号系統が通っていくところですね。まあ雨が降っていたんですけれども、それにもかかわらず本当に多くの方がこのウォークに参加されていらっしゃる風景が見られます。左手の折り場が桜、徐々に多く咲いてきているところですが、大阪シティバスの板鹿野営業所、板鹿野職前バス停を過ぎて右へと曲がります。そして左斜めに大阪市営板鹿野第四住宅が見えてきます。そして右斜めへと曲がってきて、これが2号館14階建てになっているんですが、現在北側の方でその2号館の増築部分の工事が行われています。そして別府水道の方へと入っていき、板鹿野駅の2号出入り口から計測しているんですが、板鹿野車庫前までも820メートルという実測でした。まあ、少し距離がですね、差があることをお許しいただきたいと思うんですが、白鳥と読みがちなんですが白鳥橋というですね、名前なんですね。そして左に目を向けるとこのように桜が徐々に咲いてきてますね。少しずつこの別府水路にも桜が花を開き出して、おそらく1週間後には満開になり、なることかと思いますが、この水路を見ながら桜を見るというのも非常にいいですよね。そしてその先には摂津市が所管する別府歩道橋が右斜めに見えてきます。ここまでで 1.3 キロ歩いてきたところなんですが、ちょうど相川左岸ポンプ場を左に見つつ右へ曲がってきます。そしてその先に多くの方がですね、歩いていらっしゃる風景が見られるんですが、相川歩道橋へと向かいます。白鳥橋を渡っていって、
の方へと一部入ってきているんですが、上に電灯がついている相川歩道橋に差し掛かってきました。そしてその相川歩道橋を渡り終えて信号を渡っていって南小尺ふれあいランドの方へと入ります。その北詰めのところに時計台があるんですが、ここから小尺川を渡っていって南小尺ふれあいランド遊歩道の方を歩いていくこととなります。まあ、相川歩道橋までもこちらでの手元の実測ではありますが 1.5 キロあるということなんですね。ここで南小尺ふれあい公園の中へ入ります。まあ、この中にはですね、待合場所があってこうやってベンチもついていて、まあ、桜の方もですね数箇所咲いているというところなんですね。そうするとこのようにトンネルのようなコンビルがあって、そしてこのように太陽光で発電する電灯、そして災害時にかまどになるベンチがあり、動物系の遊具、ラッコとパンダがあって砂場、そしてベンチの方がついてあります。そしてその先を下っていってクラブハウスの方面へ向かうこととなります。降りてくるとすぐ右手に南小尺会館があって、こうやって遊歩道と広く歩けるような散歩が広がっています。そして右手の方には児童遊園があります。ちょうど管理事務所のところを過ぎていって、このようにもう満開に近い桜を左に見ながら、ここで上り下りを繰り返していくこととなります。南小尺に入っているんですが、右手に見えてきたこちらが岸辺ポンプ場になります。体育館を思わすかのような建物なんですけれども、広大な建物が右にあり、そして左の方に目を向けるとテニスコートがあります。緩やかな左へのカーブに入っているんですが、右手の方には大阪学院大学高校のグラウンドが見えてきます。まあ、ちょっとフェンスで見にくいんですけれども、ナイター設備の方が付けられているのがわかります。そして緩やかに左の方へと曲がっていって、まあ、しばらくは遊歩道の方を歩いてくることとなります。そうすると右手に岸辺揚水機場という小さな建物があります。そしてここでまあ上り三角形のですね交差点があるんですけれども、そこを過ぎて遊歩道の方をさらに西へと向かいます。左手の上に目を向けると、このように健康遊具が多くある広場になっているんですが、遊歩道はここからまた左へと曲がる形になります。藤色のような木蓮がですね、もう花を開かしそうな感じになっているんですが、遊歩道を今度はこのように S 字のようなくねくねとした道になって進んできます。そして右への急なカーブを切っていくと、このように大きな墓地が見えてきますが、龍谷寺の周辺に差し掛かってきたことになります。マップの実測では3キロを過ぎたところになります。ちなみに少し映っていた龍谷寺なんですが、1934年昭和9年に室戸台風があって、それで亡くなった方の供養塔が建てられたことを機にして建立されたと書かれてあります。そしてそこから右へとまあ U ターンしていくと、大阪メトロ堺筋線の吹田検車場があって、阪急京都線を少し右に見てスタッフさんがいらっしゃいます。そこの方誘導に従っていくと、このように桜のトンネルが広がってくるわけですね。吹田市は川園町の方へと入ってきて、大阪府営吹田川園住宅の周辺に差し掛かってきました。そしてその先、阪急京都線の線路下をくぐっていくと、済生会吹田病院へと行くことになります。
阪急京都線の線路下を、まあ、あと何回かくぐることになるかもしれないんですが、ここでくぐります。そしてくぐってくると上り坂に入って、そして桜がこうやって咲いているんですが、そこから川園公園へと入ってくることになります。この川園公園の中にも実は手洗いがついているということなんですね。こちらの川園公園はアイアイ遊園という名前が付けられているんですが、その西側の右手の方にお手洗いがついています。そしてここで右へと曲がり、まあ、ここは言うほどちょっと犬を連れている方がいらっしゃいますので、ロード沿いの方行きますが、こちらが済生会吹田病院になっていて、その手前に桜が多く咲かせてあります。通常の平日では JR 吹田、阪急愛川などの方面から無料の患者専用シャトルバスが運行されています。そして周りにはこのように桜の木が多く植えられていて、まあほぼですね半分近くが咲いてきたというところ、まあ中には少ししかまだ咲いてない桜もあるようですね。まもなく愛川公園も敷地の中へですね入ってくるところなんですけれども、散歩道をしばらく歩いてきたんですが、またここで登っていきます。そこから右に曲がってきて川園ポンプ場があります。そして愛川公園の児童遊園に差し掛かるということですね。愛川公園を後にして愛川新城場を過ぎ、そして新京阪橋に差し掛かってきます。その新京阪橋は渡らずに信号を渡ってきたんですが、すぐに右斜めの方に行って高浜神社のこれがお旅所になります。その中には右手に春日遊園という小さな児童遊園があります。ブランコがあってジャングルジム、そして滑り台が2つあって、そして左手の方にこうやって桜が咲いているということなんですね。高浜神社のお旅所を過ぎて南高浜町の中へと入り、そしてこのように緩やかに右に曲がりながら住宅地の中を進んできます。